二人ともこの家に住んでもらうことにした。お前は母さんたちの信頼を取り戻すいい機会になる。さっきまで上の空で徹夜の話を聞いていた私だが、これをそのまま聞き逃すわけはなかった。徹夜は今この家に住んでもらうと言わなかっただろうか。いつものような小言なら聞いていれば済む話だ。だがあの義両親をこの家に住まわせるとなると私の身が持たない。ちょっと待って、二人をこの家に呼ぶって言ったの？私は恐る恐る徹夜に聞き返す。すると間髪入れずに徹夜は強くうなずいた。当たり前だろ。お前のせいで二人とも弱気になっているんだ。このまま何かあったらお前はどう責任を取るつもりなんだ。いよいよ徹夜の理屈は意味不明なものとなっていたが、私の意見を聞くつもりがないのは確かだった。いいか、高齢の親がどれだけ心細いのかしっかり考えろ。引っ越しの準備はお前にすべて任せるから。同居を決めた徹夜の言葉が頭の中で反芻され、私の心を締め付ける。だがその時、徹夜のある言葉が引っかかる。もしかして。私のことなど忘れて盛り上がる三人だが、私の頭に妙案が浮かんだ。絶望で支配された心に少しずつ光が差し始める。私は早速スマホを取り出し、目当ての人物にメッセージを入れる。当然詳しいことは話さなければならないだろうが、これなら成功するかもしれない。徹夜が義両親との同居を決めてから数週間後。母さんたちの引っ越しは済んだか？うん、私の両親も今引っ越し完了したって。私の底なしに明るい声に徹夜は私が何を言っているのか理解できないようだ。たっぷりと間を置いてから再び徹夜が口を開く。え？その後も何か言おうとする徹夜だったが、私はそれを無視する形で電話を切る。このあと徹夜と義両親は全てを失うことになるのだった。私の名前は酒井由紀子。市役所に勤める47歳だ。学生時代にバイト先で知り合った徹夜と結婚し、今は二人で暮らしている。私も徹夜も結婚する前から子供は作らないと決めていて、子育てはしていない。その分私は仕事に熱心になり、今では役職持ちである。徹夜は営業マンだが、私より稼ぎが少ないことが気に入らないらしい。今住んでいるこの家も実は私の名義で建てた家なのだ。徹夜はマイホームを手に入れることにそこまで執着していなかった。私は趣味のガーデニングや料理を目いっぱい楽しみたかったので、1年ほど前にマイホームの購入に踏み切ったのだ。最初のうちは世間体がどうとか気にしていた徹夜だが、今は何も言わなくなった。プライドの高い徹夜に、徹夜が買ったことにすればいいと提案したからであろう。今では俺が苦労して建てたと自慢げに話している。それどころか休日には会社の同僚や部下を連れてきては自慢話に花を咲かせている始末だ。私に断りもなく、この騒ぎではさすがに腹も立つ。しかし私が口出しすると女のくせにと激怒するのだ。義両親にも自分が建てたと話しているようで、私が建てたという事実は口止めされている。結婚生活も長く、徹夜の言動には慣れているが、このところ特にひどいと感じる。もはや私に対する愛情は感じられなかった。さらにこのところ私を悩ませていることがある。それは義両親との関係だ。義母も義父も昔から口うるさいところがあり、
相性が悪かった。姑との関係なんて、どこの家庭でもこんなものかと割り切った時期もあったが、離れて暮らしていても干渉してくるのだ。哲也と結婚するときに、子供は作らないという話もして、義両親ともに納得していた。しかし、ことあるごとに、それを私のせいにして責めるのだ。ゆき子さん、一体いつになったら孫の顔を見れるのかしら。本当に親不孝よね。もう子供を産むのが難しい年齢になった今でも、義母はこうして私を責める。そんなことは分かっているはずなのに、私を攻撃するため、わざわざこうして話題に出すのだ。二人で話し合って決めたことだが、哲也はまるで他人事のように、義母の言葉には無反応であった。いつも私だけが責められている気がして、私は義実家に行くのが苦痛になっていた。しかし、哲也は一人息子であるためか、未だに子離れできていないようで、私たちの家にも頻繁にやってくる。こうして、せっかくの休日も、義両親か、哲也の客人が訪れるため、私はゆっくりと休むこともできないでいた。こんな時、子供がいればと考えてしまうが、今さら考えても虚しくなるだけだった。今でこそ、私のことよりも自分や義両親のことを優先する哲也だが、昔はとてもいい彼氏であり、旦那であった。哲也自身も親離れできていないところはあったが、義母の口うるさい小言から、私を守ってくれていたのだ。やはり哲也が変わってしまったのは、私との年収の違いを自覚してからだろう。私はそんなことは全く気にしないし、そのことで哲也にケチをつけたことなど一度もない。夫婦になったのだから、稼げる方が稼げばいいと考えていたし、そんなことで人の価値は決まらない。私としてはそうした思いが哲也に伝わっているのだと思っていたのだが、そうではなかったようだ。結婚生活が進むにつれて、私と哲也の関係は変わっていった。正直な話、哲也の稼ぎだけで、二人でそれなりの生活をする程度の稼ぎはあるのだ。何度か専業主婦になってもいいと提案されたのだが、私はそれを断った。それは、いざとなった時に自分だけでも生きていけるようにという考え。それに、マイホーム購入や趣味など、自由にお金を使いたいという思いがあったからだ。哲也が気にしているのを知って、最初のうちは私も申し訳なく思っていた。だが、私は何も悪いことをしていない。世間体やプライドのためだけに、それを咎められるということに、私も不満を覚えた。一度それを理由に哲也にきつく当たられたことがあった。その時に私もつい言い返してしまったのだ。そんな小さいことでいちいち文句を言わないで、と。哲也にとってもそれが許せなかったらしく、私への当たりはますます強くなっていった。それどころか、義両親に私の悪口を話しては、私がいかにダメな妻であるかを教え込んでいたのだ。可愛い息子が頼ってきたのをチャンスと思った義母は、ここぞとばかりに哲也を甘やかした。哲也の言うことはすべて肯定し、私を徹底的に悪者扱いしたのだった。それから今に至るまで、三人はことあるごとに私を責め続けているのだ。周りに助けを求めることができる人もいない状況で、20年以上が過ぎた。哲也が我が物顔で来客を招き入れるこの家だが、私にとっての唯一の励みだった。そのうちに、義両親も哲也の友人も飽きて、この家に来なくなるだろう。そうすれば、哲也の小言に耐えさえすれば、自分の趣味を大いに楽しむことができるはず。辛い毎日を、そんな思いで何とか過ごしていた。しかし、
私のそんな思いを踏みにじるような事件が起きたのだ。ある休日のことだった。その日は徹夜が不在だったが、いつものように義両親が揃って私の家にやってきた。毎回当然のように連絡もなくやってくるので、私は自由に動くこともできない。二人が来たのに出かけようものなら何を言われるかわからない。その日は一人で趣味に使うガーデニング用品を買いに行くつもりだったのだが、しぶしぶ諦めることにした。ゆき子さん、私昨日から少し体調が良くないの。お昼はうどんがいいわ。どこから見ても体調は万全そうな義母が、当たり前のように私に注文する。うどんがいいと言われても、そのうどんはすぐには用意できないのだ。ごめんなさい、おうどん切らしてまして。仕方なく買い出しに行くかと覚悟していたが、その隙も与えず義母は激高する。あなた、私たちが来るって分かってたわよね。うどんくらい買っておくのが当然じゃない？こんな年寄りに脂っこいものでも食べさせるつもりだったの？義母は一度怒り出すと収拾がつかないのだ。義母の横では義父がそうだそうだとブツブツ言っている。そんなことをおっしゃられても、今から買ってくるので少し待っていてください。私はその場から離れたい一心で半ば強引に買い物に出かけることにした。支度をする私の背後で義母はいつまでも文句を言っている。こんな年寄りを家に残していく気なの？本当に信じられないわ。そんな義母と義父を無視するように私は家を出た。落ち着けるはずの我が家からどうして逃げ出すようなことをしなければいけないのか。買い物に向かう途中も私の心の中はずっとモヤモヤとしていた。できるだけ早く買い物を済ませた私が家に戻ると、義両親の姿がなかった。休養でもできて帰ったのだろうか。人に買い出しまで行かせておいて勝手なことばかりと思ったが、それよりも二人の相手をしなくて済むのが嬉しかった。買ってきたうどんを調理し、簡単に食事を済ませると、久しぶりに自分の時間を満喫することができた。ゆき子、一体どうなってるんだ？夕方、徹夜が帰宅するなり、すごい剣幕で私に迫った。徹夜が何に怒っているのか見当がつかず、私はただただ、その場に立ち尽くす。母さんから連絡があって、二人を留守番させておいて買い物に行ったらしいじゃないか。母さんも父さんも年なんだ。自分の家でもないのに、こんなところで何かあったらって考えなかったのか？どうやら義母が昼間のことを徹夜に連絡したらしかった。冷静に考えればおかしなことを言っていると分かりそうだが、自分の親をないがしろにされたと感じたようだ。それに、義母のことである。あることないこと騒ぎ立て、徹夜に大げさに報告したのだろう。徹夜の怒りは収まることなく、どんどん熱を増していく。今回のことばかりじゃない。いつもお前は母さんと父さんを邪魔者扱いして、ひどいことばかりだ。俺の両親なんだぞ。大切にしようって、そう思うのが当たり前じゃないのか。私が何も言い返さないのをいいことに、徹夜はその後も私を責め続ける。私に非があるようなことを怒られるのであれば心が痛むだろう。しかし徹夜が言っていることはめちゃくちゃだ。なんで怒られているのかすら理解できず、冷静に徹夜の取り乱す姿を見てしまう。私はこの人のどこが好きなのだろう。とうとうそんな考えまでもが頭をよぎった。あんなに落ち込んだままの母さんたちをそのまま置いておくわけにはいかない。二人ともこの家に住んでもらうことにした。お前は母さんたちの信頼を取り戻すいい機会になる。さっきまで上の空で
徹夜の話を聞いていた私だが、これをそのまま聞き逃すわけはなかった。徹夜は今この家に住んでもらうと言わなかっただろうか。いつものような小言なら聞いていれば済む話だ。だがあの義両親をこの家に住まわせるとなると私の身が持たない。ちょっと待って、二人をこの家に呼ぶって言ったの？私は恐る恐る徹也に聞き返す。すると間髪入れずに徹也は強くうなずいた。当たり前だろ。お前のせいで二人とも弱気になっているんだ。このまま何かあったらお前はどう責任を取るつもりなんだ。いよいよ徹也の理屈は意味不明なものとなっていたが、私の意見を聞くつもりがないのは確かだった。いいか、高齢の親がどれだけ心細いのかしっかり考えろ。引っ越しの準備はお前にすべて任せるから。徹也はそう言うと義母に電話をかけながら自室に入っていった。この引っ越しには当然ながら賛成することができない。だがここで私が否定してしまうと徹也との関係は壊れるだろう。徹也との関係を疑問に感じることはたびたびあったが、心の奥ではこのまま徹也と生涯を共にしたいという思いもまだ残っているのも事実だ。今はただ徹也の意見に従って引っ越しの準備を進めるしかない。私はそう判断し、一人引っ越しの段取りを考え始めるのだった。翌日、徹也が休みだったこともあり、早速義母がやってきた。徹也が言っていたような弱気な様子は全く見られず、いつにも増して我が物顔で私の家を闊歩する。ユキコさんが使ってる部屋は私とお父さんが使わせてもらうわね。ほとんど仕事に行ってるんだから必要ないでしょ。義母はギフト徹也を引き連れて家の中を物色し始めた。そしてここにタンスを置いてちょうだいとか、この色の机は合わないとか私に注文をつけ始める。ユキコさん、ちゃんとメモは取ってるの？何回も言わされるの私は嫌よ。ご丁寧に私がメモを取っているか確認し、その内容までもチェックする。昨日同居すると徹也からの報告を受けただけで、義両親の口からは何も聞かされていない。だがさも当然のように二人とも引っ越しの準備を始めている。実際に目の前に広がる光景に私の精神はどんどん沈んでいく。本当にこれからずっと義両親と暮らさなければならないのだ。これからずっと義両親の召使いのように働き続けるのか。それを考えるだけで私の目の前は真っ暗になった。一通り義母と義父の物色が終わると、手にしたメモ用紙は文字で埋め尽くされた。私が呆然とメモ用紙を見つめていると、義母はそんなことお構いなしに続ける。ユキコさん、引っ越しの日にちが決まったら早めに知らせてちょうだいね。引っ越し業者はあなたに任せるから。つまり引っ越しにかかる費用もすべて私持ちということだろう。絶望的な未来しか見えず、もう何も考えたくなかった。同居を決めた徹也の言葉が頭の中で反芻され、私の心を締め付ける。だがその時、徹也のある言葉が引っかかる。もしかして。私のことなど忘れて盛り上がる三人だが、私の頭に妙案が浮かんだ。絶望で支配された心に少しずつ光が差し始める。私は早速スマホを取り出し、目当ての人物にメッセージを入れる。当然詳しいことは話さなければならないだろうが、これなら成功するかもしれない。急に正気を取り戻した私に
少し違和感を覚えたように哲也がおかしな顔をする。今まで何もできなかったが、ようやく吹っ切れた。このまま終わるものか。私はご機嫌で帰宅する義両親を笑顔で見送ると、早速自分の立てた計画を実行に移すのだった。哲也が義両親との同居を決めてから数週間後。母さんたちの引っ越しは済んだか？その日は私も哲也も仕事があり、引っ越しは業者に任せていた。うん、私の両親も今引っ越し完了したって。私の底なしに明るい声に哲也は私が何を言っているのか理解できないようだ。たっぷりと間を置いてから再び哲也が口を開く。え？その後も何か言おうとする哲也だったが、私はそれを無視する形で電話を切った。私が電話を切った後も哲也からの着信は休む間もなく続いた。一体何が起きているのか気が気ではないだろう。まさか仕事を切り上げて早退してくるとは思えないため、あと数時間哲也の心は不安で満たされるはずだ。今まで私が受けた苦痛を思うと少しいい気分だった。しかし哲也の動揺以上に気になるのは義両親の反応だ。何も知らずに私の家に引っ越ししてきた義両親は我が目を疑っただろう。そこには同じく引っ越しを終えた私の両親の姿があったのだ。話は今日から少し遡る。哲也に義両親との同居を告げられたその日、私は三人に復讐する妙案を思いついたのだ。哲也も義母も私に何度も年寄りだけを家に残すのは良くないというようなことを言っていた。そもそも義両親は二人で住んでいるので言っていることがおかしいのだが、私はこの発言を逆手に取ることにしたのだ。そう、哲也たちが言う通り、年寄りだけを家に残さないため、私は両親もこの家に引っ越しさせることを思いついたのだった。馬鹿げた話かもしれないが、哲也たちの言っていることがそもそもおかしいのだ。目には目を、歯には歯を。私が受けた仕打ちをそっくりそのまま三人に返してやろうというわけだ。もともと私の両親と義両親は相性が良くない。父も母も控えめな性格の私とは違い、言いたいことはしっかりと言う人間である。結婚当初は何度か交流があったものの、自己主張の激しく正論ばかりの私の両親に、義両親ともにタジタジなのはよく分かった。ではどうして今まで義両親や哲也との関係を話さなかったのか。それは単純に哲也との関係を続けたいと思っていたからだ。できるだけことを荒立てることはしたくなかった。しかし、私のそうした考えが吹き飛ぶほどに、三人は私を追い詰めていた。母に連絡を入れると、すぐに電話がかかってきた。そこで、私は今までの哲也や義両親との関係を正直に話した。子供を作らなかったことについて、義母から未だに嫌味を言われること。哲也が自分の年収を超える私に対して強く当たること。そして、今回勝手に同居を決められたこと。最初のうちは黙って話を聞いていた母だったが、だんだんと怒りをあらわにし始めた。そのうちに、隣で一緒に話を聞いているであろう父の怒りの声も聞こえ始める。二人とも私が想像していた以上に怒ってくれた。最後には母は、長い間一人で辛かっただろうと電話口で泣き出す始末だった。私は早速先ほど思いついた計画を話した。すると二人とも二つ返事でこの計画に協力するという。
よくも俺の可愛い娘に今までの礼はたっぷりさせてもらうからな。父は今から張り切ってどうやって三人を痛めつけてやろうかと気合十分である。その勢いに少し押されるところもあったが、二人の反応はとてもありがたかった。今まで誰にも話すことができず、一人で抱えていた悩みだ。その思いに共感し、共に怒ってくれている。流行る気持ちを抑えて、私と両親は引っ越しの計画を立て始めたのだった。四人が引っ越してきた日の夕方、私が家に帰ると、先に帰っていた哲也が真っ青な顔で私を出迎えた。その後ろから待ってましたとばかりに父が駆け寄ってくる。ゆき子、久しぶりだな。立派な家を建てたもんだ。父は哲也を押しのけるようにして玄関口に立つ。そんな父に圧倒されるように哲也は玄関の隅で縮こまっている。本当に立派な家を建てたわね。お母さんったら、この家は哲也さんが建てたんだっていうのよ。少し遅れて母もやってくる。早速三人には先制攻撃を仕掛けたらしく、私に自慢げにそう告げた。その状況がおかしくて、私は思わず笑ってしまう。ようやく心強い味方が現れたのだ。そう思うと、私の心のモヤモヤが少しずつ晴れ始めた。私が一息入れてリビングに降りると、テーブルを囲んで4人が座っていた。父と母は嬉しそうに話していたが、哲也と義両親はまるでお通夜のような静けさを保っていた。いつも口うるさい義母のそんな姿を見るのは初めてで、とてもおかしかった。それと同時に、私の父と母の圧倒的なパワーに驚くことになった。この引っ越しは哲也さんの提案なんですって？親を同居させるなんて素晴らしい心がけよね。母は隣に座る父にわざとらしく話しかける。それを受けて父もうんうんとうなずく。だが何でもユキコの意見は聞いていないそうじゃないか。この家はユキコが建てたんだよな。笑顔の消えた父の一言で、その場の空気はさらに重くなる。私の父に睨まれた哲也は、キョロキョロと落ち着かない様子で義両親に助けを求めている。でも哲也もいろいろと頑張ってユキコさんに協力したのよね。義母が苦し紛れのようにそうつぶやく。その一言を私の母は見逃さない。あら、じゃあユキコが嘘をついているってそうおっしゃるの？ユキコはこの家のお金はすべて自分持ちだって。おまけにお母さんたちの引っ越し費用までユキコが払って差し上げたそうじゃないですか。私ですらも胃が痛くなるような、そんな一言が飛び出した。それには哲也も義両親も何も返せない。哲也、嘘をついてお母さんたちを心配させちゃダメよ。この家は私が建てたってちゃんとそう説明しなきゃ。私も今までのお返しとばかりに追撃する。いつもは激怒して言い返す哲也だったが、今日は何も言い返すことができないようだ。下を向いて小言でブツブツと繰り返すばかりである。そんな最愛の息子である哲也の様子を見ても、義両親は助け舟を出せないでいた。自分に火の粉が降りかかるのを恐れているのだ。いつもは協力して私を責める三人だが、今はただ自分の安全を守りたいようだった。まあ今日は引っ越しで疲れた。細かい話はまた明日にして、俺たちは先に休ませてもらおうか。私の父が母にそう語りかけると、三人は明らかに助かったというように顔を見合わせた。
その様子がおかしくて、許されるなら私はその場で笑い転げたかったほどだ。以前義母が自分の部屋にすると宣言した私の部屋は、私の両親が確保していた。二人は満足したようにさっさと部屋に移動すると、私に微笑みかけて扉を閉めた。その場に残された三人はというと、相変わらずおとなしくその場に座っている。どういうことだと私に激怒するものだと考えていたが、そんな様子はみじんもない。私の両親に完全に牙を折られてしまったようだった。きっと私が帰宅する前にも今の調子でしこたまいたぶられたのであろう。私を責める素振りすら見せない三人は、私が部屋に戻るまでただただ私の姿を目で追うばかりだった。これから一生私の家に住むつもりだった義両親は、早々に自分たちの家の処分を進めていた。今さら引き返すこともできず、帰る場所もない。徹也もまさか私の両親と同居する羽目になるとは思いもしなかっただろう。以前の私のように、これから先の不安で心ここにあらずという状況だ。そんな三人の様子を見て、ようやく安心して眠れることに喜びを感じ、私は眠りにつくのだった。翌日から、以前義母がそうしていたように、私の両親の一存で全てが回り始めた。お昼ご飯はハンバーグがいいわと母が言い出せば、慌てて徹也は車を出す。家にいるのなら働く二人に代わって家事をするべきだと父が言えば、義母は必死に掃除や食事の準備を始めるのだった。すっかり立場が逆転してしまった義両親は、日に日に元気がなくなっていくのが分かった。あれだけ威張り散らしていたのがまるで嘘のように、三人は私を責めることもなくなった。ユキコ、少し話があるんだが、いいか。家の中に私の両親がいるため、徹也は恐る恐る私にそう切り出した。そろそろ限界が来たのだろうと考えた私は、徹也の話を聞くことにした。四人が家に引っ越してからも日常的な会話はあったが、面と向かって話し合うのは初めてだ。二人で話せるように徹也の部屋に入ると、徹也は神妙な面持ちで話し出した。ユキコ、すまなかった。俺もお母さんも父さんも十分に反省した。この通りだ。頼むからユキコのご両親には元の家に帰るように言ってくれ。予想通り、徹也は私の両親にこの家から去るように頼んできた。頭を下げる徹也だったが、私はその願いを聞き届けるわけにはいかないのだ。じゃあ徹也のご両親もこの家から出ていくってことよね。私の言葉に徹也は顔を歪ませる。母さんたちは元の家を売ったんだ。お前はそれを知っているだろう。やはり徹也の考え方は何一つ変わっていない。所詮自分と義両親のことしか考えていないのだ。じゃあ私の両親にだけこの家から出て行けって、そう言いたいの？私は言葉に精一杯のトゲをつけて徹也に投げかける。そもそも私に何の相談もなく自宅を勝手に処分したのは自業自得だ。この家を出れば住む家がないなんて私の知ったことではない。あなた、自分で何て言ったか覚えてる？自分から言い出しておいてこの家から出て行けなんて、そんなこと私の両親に言えるの？私の責めるような言葉に徹也は一瞬怒ったような表情を見せるが、怒りをぐっと飲み込んだ。ここで私と言い争えば、自分たちの立場はますます悪くなるだけである。ここは私の家なの。私と私の両親の言ったことに納得がいかないのなら
どうぞご自由に出て行ってください。私は最後に冷たく言い放つと徹夜の部屋を出た。リビングでは義両親が心配そうに私が部屋から出てきたのを伺っていた。私はそれを無視するように自室に入った。しばらくするとリビングの方から義母のすすり泣く声が聞こえてきた。徹夜の願いが聞き入れられなかったことを知り絶望しているようだ。だがそもそも私は義両親に家から出て行けなんてことは一言も言っていない。それほどまでに私の両親に家の実権を握られるのが苦痛なのだ。私をいびろうものなら両親に追い詰められ、自分の思う通りに行かないこの家は、二人にとって地獄なのだろう。それからほどなくして、義両親から家を出ることが告げられた。これに伴って、私は徹夜に離婚を申し出た。今まで受けた数々の精神的苦痛を理由に、慰謝料も払ってもらうつもりだ。徹夜はこれに同意し、私たちは離婚することとなった。義両親も帰る場所はないが、徹夜もそれは同じとなった。これからは3人で小さいアパートを借りて暮らすということだ。義両親はこんな年になって住み慣れた我が家を失い、狭いアパート暮らしを強いられることとなった。3人が家から出ていく日、私の父は我慢ができなかったのか、最後に大説教を行った。うちの可愛い娘を長い間散々苦しめた報いだ。この子はお前らの道具じゃない。二度と俺の前に現れるなよ。父の捨て台詞を聞いた三人は、逃げるように家から出て行った。長い間縛られていたものから解放され、思わず、私の目から涙が溢れてくる。両親はそんな私をただただ温かい目で見ているのだった。三人が出て行って数日後、両親が来週には帰ると言い出した。突然の申し出に私は少し戸惑ってしまう。正直なところ、このままここに残ってもらっても構わないのだ。私はこのまま一緒に住まないかと持ちかけたが、父も母もそれを断った。私たちがここに居座ったら、あの人たちと一緒になりそうで怖いのよ。でもね、いつでも遊びに来ていいから、困ったことがあったらいつでも連絡しなさい。徹夜の義両親の醜さを身近で感じ、自分たちも知らず知らずのうちに娘を苦しめてしまったらと考えると恐ろしいという。あの親子を見ていてそう感じてしまったのは私にもよくわかった。義母もだんだんと調子に乗っていき、このような最悪な結末を招いてしまった。もちろん徹夜自身にも責任はあるが、徹夜の身の破滅を招いたのは紛れもない義両親なのだ。それを思うと、二人を引き止めることに抵抗を感じ、私は両親の意見に従うことにした。二人の意志は固いらしく、宣言通り、その数日後には実家に帰っていった。嵐のようにやってきて、嵐のように帰ってしまった二人。あまりにもバタバタしすぎて、きちんとお礼を言うことも忘れていた。私のためにはるばる遠くからここまで駆けつけてくれた両親。偽装だったとはいえ、引っ越し作業は高齢の二人にとってとても骨の折れることだっただろう。二人には感謝してもしきれない。また改めてゆっくりと家に招待しようと心に決める。その後の徹夜だが、今までの私に対するひどい扱いが会社でも噂になってしまったらしい。おまけに自分が建てたと嘘をついていた家も私が建てたとバレてしまったようだ。偉そうに自慢していただけに陰では散々笑い物にされているという。私との離婚により
多額の慰謝料を払うことも正式に決まり、随分とやつれて見えた。義両親の年金を合わせて安いアパートを借り、親子三人で暮らしているという。義両親も哲也も文字通り全てを失ってしまったわけである。私自身もまさかこんなことになるなんて、少し前までは想像すらしなかった。しかし、人の運命は少しのきっかけでこうも大きく変わってしまうのだ。今回の出来事で、私はその恐ろしさも知ることができた。哲也と離婚してからは、念願だった趣味を満喫する日々だ。自分の時間をたっぷり使えるようになって、毎日が楽しいと感じる。哲也に小言を言われなくても済み、ガーデニングも本格的に楽しむようになった。そうした中で、新しい出会いにも恵まれたのだ。もう誰かと一緒になるのはこりごりだと思っていたが、今趣味を通じて少しずつ仲を深めている男性がいる。お互いに一度離婚を経験し、いろいろと辛いことを乗り越えてきたという共通項もあった。その分慎重なお付き合いになってしまっているが、私たちにはこれくらいのスピードがちょうどいいのかもしれない。実家に帰った両親とも頻繁に連絡を取り合うようになり、新しい出会いのことも報告した。二人とも驚いていて心配しているようだった。また心労をかけてしまい申し訳なく思ったが、今度は正直に何でも話したかったのだ。こうして私の新しい人生がスタートした。今まで我慢ばかりだったけど、これからは思い切り楽しもうと思う。そして、私を助けてくれた両親を今まで以上に大切にしたいと心に誓うのだった。